辛いんじゃない？ OK ですか？はい、皆様こんにちは。本日は足元の悪い中、ゲーム祭りにお越しいただきまして誠にありがとうございます。あいにくこんなお天気なので、全てのステージが、中止になってしまいまして、先ほどは春日大中学校吹奏楽部の皆さんが、後ろのね橋の下で、元気に演奏していただいてたんですが、どうしても私今日ここに立ちたかったんで、強行突破で立たせていただきました。ありがとうございます。ゲーム祭り、ですね、今日、私たち ARUU っていう、2人でギターとボーカルでやらせていただいてるんですけども、私たちの、ね、出会いが、ゲーム祭りだったんですね。ちょっとギターさんの方はちょっとね、この私の右手の方でちょっと隠れちゃっててね、遠くから見えないんですけども、本当に素敵な音を奏でてくれます。今年は八千代市、市政50周年ということで、1月に、50周年の記念式典がありました。その時に、この今日ギターを弾いてくれてる石井祐介くんが素敵な素敵な、50周年のアニバーサリーソングを作ってくれました。50周年式典でも、少年少女合唱団の皆さんやダンサーの皆さんと一緒に、素敵なステージを、本当に本当に素敵なステージを披露していただけました。今日は、本当に素敵な曲なので、皆さんにどうしても聴いていただきたくて、今日こんな、なかなか雨が止まないので、ね、思い切って、ステージをさせていただくことになりましたので、どうか聴いてください。君の住む町、今日は少し遠回り。
ありがとうございました、ね、とてもね素敵な曲です。君の住む街っていうタイトルです、新川の、ね、川とかね、八千代から見える空とかいろんな歌詞が出てきて本当に素敵な歌です、ではですね、なかなかこう雨がいい感じで降ってますけどもなかなかね、やまないんですけども、もうやまないならやまないしょうがないんで、ちょっと盛り上がって最後、今日はね2曲だけ歌わせてください。もう1曲歌わせてください。今日は雨なので残念ながら私の大好きな大好きな青い子がここには来ていませんが そんなやっちよのイメージキャラクターやっちの歌なんです。去年八千代市の方にね、また今日これも石井雄介くんが作ってくれて、プレゼントしてくれたかわいいかわいい八千代の曲です、それでは聴いてください。ハイタッチ。帰ろう。
Thank you.